普通の稲妻は地面に向けて落ちますよね。また雲と雲の間を横切るものもあります。しかし巨大ジェットという種の雷は雲の上部から空の上に向かって爆発します。この雷は宇宙の最下層にほぼ届くかというくらいに空高く 80km 以上まで達します。巨大ジェットはレアで最強の稲妻です。1年に1000回程度発生し、通常の稲妻の放出エネルギーの最大50倍を放出します。最近おそらく最大の巨大ジェットが記録されたと発表されました。この巨大ジェットは2018年オクラホマ上空の雲で発生。移動した電荷は以前最も強力だと考えられていた巨大ジェットのほぼ2倍。これまでに検出された雲から地上へ落ちた最大の雷撃に匹敵すると考えられています。宮殿は大気中を浮遊する小さな光の球体です。オレンジ色、黄色、赤の場合があり、空から降りてくることもあります。どこからともなく現れ、地上数メートルを漂うこともあります。宮殿は熱を発散せず、また非常に小さい音しか発生せず、物体から跳ね返ることもあります。テレビのように電気を帯びたものに遭遇すると、通常は静かなポップ音とともに消え去り、異様の匂いを残します。しかし宮殿は火事を起こしたり爆発することもあります。この現象は雷雨と関連していると考えられていますが、まだそれを証明する確固たる証拠はありません。夜間飛行機で旅行中に空を照らす巨大な赤い閃光が遠くに見えることがあります。奇妙な宇宙クラゲにも見えますが、もちろん違います。これはスプライト、またはレッドスプライトと呼ばれ、雷雲から宇宙に向かう雷です。このような見た目の現象が夜空で発光しているのは大規模な放電現象です。この現象は雷雲の上空最高 90km の高度で起こります。だから地上からは見ることはできません。通常の雷とは異なって、レッドスプライトはまさに帯電しており、それが非常にレアな理由。このような雷は全ての雷のうちわずか 5%。 人々がこの現象を初めて目撃したのは1886年で、写真に撮影されたのは1889年のことでした。ナーガの火の玉はタイのメコン川上空に突如として現れる奇妙な火の玉で、竜神の火の玉とも呼ばれています。その輝く球体は水から空中に上昇すると言われており、小さな火花ほど小さいものからバスケットボールほどの大きさのものまで様々です。地元の人々によると、一晩に10個から数千個の火の玉が見られるらしいですよ。この美しく神秘的な現象は何百年もの間人々を当惑させてきました。ある伝説によると、ナーガの火の玉は巨大な蛇のようなナーガという生き物が作り出しているとされています。ナーガはメコン川に生息しており、邪悪な霊を追い払うために火の玉を吐き出すと言われています。しかしもちろん科学的説明はそれとは全く異なっていて、かなり味気ないものでした。火の玉はメタンガスが空気と接触した時に発火し関連するものだと考えられています。ホイッスラー波は雷雨が発生する時に上層大気で発生する高音の音で、電磁的な夜明けの合唱とも呼ばれます。ホイッスラー波は実際には電磁波ですが、オーディオ周波数で発生するため、適切なレシーバーを使えば音に変換することができます。パルスが地球の磁場に沿って北半球から南半球、あるいは反対に移動する稲妻によって生成されます。宇宙探査機ボイジャー1号、2号も木星の近くでホイッスラー波に似た活動が検出されました。これは現在木星のホイッスラーとして知られています。最強の雷スーパーボルトは通常の稲妻よりも100倍から1000倍強力です。さらに雷の生みの親である嵐をはるかに超えて広がることもあります。このような雷は北半球では11月から2月にかけて発生し、乾燥した土地よりも海の上でより頻繁に起こるようです。スーパーボルトが次いつどこで発生するかを予測するために、6つの大陸に約100の雷検知ネットワークがあります。ステーションは非常に低い周波数に合わせることで、雷が生成したラジオ波を検出します。この設備のおかげで研究者たちは
2010年から2018年までに20億回の雷撃を記録しました。その中で8000回がスーパーボルト。今のところ専門家たちはこの最強雷が発生する謎を解明できていません。晴れた空で見られる稲妻も謎ですよね。文字通り晴天の霹靂ってやつで、青空なのに雷が落ちるんです。このタイプの稲妻で興味深いのは水平に落ちること。これは雲から地面への閃光で、通常は雷雲から生まれます。その後雲から長距離を移動し、最後にやっと角度を下に向けて地面に向かって落ちるのです。このような稲妻は親となる嵐の雲から数キロメートル離れた場所まで移動することが知られています。この雷の危険な点は快晴の青空から落ちてくること。かつてヘルメットを装着して自転車に乗っていた人が、晴天で雲一つない時に頭部に落雷を受けています。その稲妻はおそらく16キロメートル先の雷雨で発生したものだと結論付けられました。カタトゥンボの雷は世界最長の雷雨。毎年繰り返されるこの嵐の中心はベネズエラのマラカイボ湖上にあります。この稲妻は通常のものよりもはるかに高くそびえています。カタトゥンボでは年に140夜から160夜雷が発生し、1日に9時間続き、1分あたり16から40回の稲妻が発生します。雷は同じ場所に2度落ちないと聞いたことがありませんか？カタトゥンボは例外のようです。毎年同じ場所に雷雲が集まるのは防げないようです。火のように輝く虹を見たことがありますか？もし見たことがあるなら、多分ファイヤーレインボーだったんでしょう。実際の人は何の関係もありません。これは環水平アークという雲が形成されて見られ、条件が整った時のみ発生する珍しい現象なんです。まず高い高度で雲が形成されます。雲は微細な氷の結晶で構成されており、太陽に一定の角度で照らされる必要があります。これが氷の結晶を通して屈折し、驚くべき色彩のショーを見せてくれます。その結果、炎に包まれているかのような虹が見られます。赤、黄、橙の鮮やかな色彩は炎を思わせるため、その色彩にちなんでこう名付けられました。恐怖の嵐といえばスーパーセル型雷雨を忘れてはいけません。これはレアな雷雨で最も危険な嵐でもあります。天候が荒れ狂い、風は破壊的で、大きな雹、さらには激しい竜巻が発生する可能性もあります。スーパーセル型雷雨が独特なのはメソサイクロンと呼ばれる深く持続的な回転上昇気流。スーパーセル型雷雨は数時間続くこともあり、甚大な被害を引き起こす可能性があります。火災旋風、または火の悪魔や火の竜巻とも呼ばれ、火と灰の旋回する渦のように瓦礫や可能性ガスを飲み込みます。これは通常旋風から始まり煙を出し始めます。上昇する熱と風の条件が組み合わさって空気の渦が形成されますが、竜巻ほどの渦になるほど強烈になることもあります。大きな渦を作れるほどの風があるとき、例えば山火事や広範囲の火災のときに火災旋風は起こりやすいです。最大級になると高さ14メートルの木を引き抜けるほど巨大になります。火災旋風はファイアネイド、炎の渦、または炎の竜巻など他の名前でも呼ばれることがよくあります。しかしこれらの用語は通常火災が竜巻を作るほど非常に激しい異なる事象を指します。火災旋風はこれとは少し異なります。というのもその渦は通常地面から雲まで上昇するものではありません。たとえそうだったとしても形成の仕方が違うため、一般的な竜巻とは考えられません。